ラキスタ宮川家の空腹。宮川家の空腹は、ビ水鏡により4コマ漫画作品。掲載詞は何度か変更されており、2013年3月号より、コンプティークにて連載中。ビ水鏡の漫画作品、ラキスタを原作としたゲーム、ラキスタ萌えドリルシリーズに登場する、宮川ひなた、日陰姉妹を中心に据えたスピンオフ作品。 宮川姉妹の貧しくも楽しく過ごす日常や日陰と小学校のクラスメイト、教師との学校生活を描いている。2012年12月31日に和紙宮神社に奉納された作者の美水とアニメ、ラキスタの第一から四話で監督を務めた山本博の連名による絵馬において本作のアニメ化の企画が行われていることが発表され、 2013年4月から7月まで放送された。原作やウェブアニメ版において姉妹が登場する萌え、ドリルシリーズなどのラキスタ関連のゲーム作品のようにラキスタ本編のキャラクターが出ることは基本的になくゲーム中にあったキャラクターの関連性は本作では希薄となっている。ただし口述するように日向とラキスタの主人公である泉小なたの関連性は 橋し,しに描かれている。なお、萌え、ドリルシリーズやアニメ、ラキスタなどにおいて、日陰の学年は、コナタが高校3年生の時に小学4年生となっていたが、本作では、コナタが大学1年生の時に小学4年生となっている。また、萌え、ドリルシリーズにあった日陰のアニメグッズ収集の趣味や、ゲームプログラマーとしての設定は踏襲されていない。一方で、アニメ版、 ラキスタの最終回でミササギ桜学園の桜藤祭りに行ったことなどは踏襲されている。ウェブアニメ版の声優は公式ウェブサイトでの記述に基づく。その他、宮川家が満腹の第5話に墓が、ブーが、最終回には、ヤ坂カ山部玉マベタブス島美ミク、ヒーラギミキ、ヒラギノリ、ヒラギ祭り、コーラかり、岩崎ほのか、チェリー、 にゃもうが、カバー裏には、大原窓か、大人しりんこ、中谷アクルがゲストとして登場している。2012年6月26日、初版発行は ISBN978 から、4から04から12233から3、宮川家が満腹花つぼみの作画による料理を題材とした、スピンオフ作品。宮川姉妹が、テレビの中の世界で料理番組。 満腹キッチンを担当し、節約レシピで料理を行う内容となっており、市の製津子が料理監修を行っている。各話終了後にはその話に使われた料理のレシピと作り方が写真付きで掲載されており、単行本においても収録されている。前日通り、コーラみゆきをはじめ、宮川家の空腹に登場していない、ラキスタのキャラクターも多数登場している。なお、 花つぼみはこれ以前にも月刊コンプエースのラキスタ投稿情報コーナーラキスタラッキースタジアムに宮川家の空腹炭鉱本家の応援イラストを複数寄稿している2013年4月29日から7月1日までユーストリームにて配信された前回分の再放送後新しいエピソードを放送そして 宮川家の空腹腹ペコラジオの後にも再放送された。その後、8月8日より期間限定で2話までが配信されている。8月10日及び9月19日にはオープニング映像も含めた完全版として、角川シネマ新宿及び4シネマカスカベで上映され、9月末にはテレビで初放送された。テレビ放送版は、 差しの都合で一部エピソードが削られるなど再編集されており上映版よりは若干短い。アニメ版の舞台は川越資本川越駅周辺がモデルとなっている。第2話には味噌地ミサのイントロが BGM として使用されている。スタッフの記述は公式ウェブサイトの記述に基づく。話数はペコと表記される。サブタイトルは第1話のみ。 放送前に公開されていたが、たは、メディア化により判明したもの。宮川家のキャラコメラジオは2013年4月15日から7月8日まで、ユーストリームで配信されたラジオ番組。配信日時は毎週月曜日21時。パーソナリティは、川崎ごとと島形マイナ。キャラクターになりきって、本編を振り返るという内容で、お金がないという設定のため BGM が流れなかった。 4月29日のアニメ放送開始後は、アニメ放送後に、ラジオの配信が開始された。5月13日配信の第5回より、宮川家の空腹腹ペコラジオにタイトルが変更となり、BGM と SE が追加されたほか、キャラクターになりきるのではなく自然に喋るようになった。アニメ最終回配信から1週間後の7月8日に、 第10話の再配信と共に配信された腹ペコラジオ第9回をもってラジオは一旦終了した。その後、8月8日より期間限定でスペシャル番組のダイジェスト版が配信されている。ブルーレイには未放送のスペシャル版宮川家の空腹スペシャルラジオとして原作シャビ水鏡の自宅にて、川崎ごと、島形マイナ、山本博士、 ヒ水鏡のラジオの模様が収録された。角川スニーカー文庫より2014年2月1日に発売された。著者はアニメのシリーズ構成、脚本を務めた町田隆子。表紙イラストと口絵はアニメスタッフによるもので、表紙原画は池谷守による書き下ろし、口絵はこれまでに雑誌で発表されたアニメの半券が、差し絵はアニメのキャラクター設定画を除き、 宮川家が満腹の漫画を描いている花つぼみが担当する。タイトルは原作と同じく宮川家の空腹で、副題は特に付けられていない。全一巻。内容は若干のオリジナル部分や原作やアニメから流用した部分もあるが、基本的には、ほとんどの部分がこれ以前に発表されたドラマ CD の2作及び、以降に発売された1作と同じストーリーとなっている。 ありがとうございます。